ヤン・ウルバンは、ポーランド・ヤボジュノ出身の元サッカー選手、元ポーランド代表のサッカー指導者。現在は、エクストラクラサのクールニク・ザブジェの監督を務めている。現役時代のポジションはフォワード。息子のパイアットレックも、同じくサッカー選手である。クラブ貧しい鉱山労働者家族の下で6人兄弟の一人として、ヤボジュノに生まれたウルバンは、 母国のビクトリアやボジュノでキャリアを開始した当初、サッカーをしながら整備医師や運転手として働いていた。その後に所属したザグーエンビエソスノビエツとグールニクザブジェでプロ選手として活動しており、特に後者のクラブでは、自身のキャリア最高となる1988から99シーズンの17得点を含めて54得点を記録する活躍で、 リーグ3連覇とスーパーカップ優勝に貢献した。ザブジェでの優れたパフォーマンスから、1989年8月により、競争力の高いリーグである、スペイン一部の CA オサスナと契約し、クラブ史上最高のストライカーの一人と、語り継がれるようになる懸命な活躍を示すことになる。1期目に35試合8得点を挙げると、2期目には、 1990年12月30日のエスタディオ・サンティアゴ・ベルナベウでのレアル・マドリード戦のハットトリックを含めて34試合13得点を挙げ UEFA カップ1991から92出場圏内にしてクラブ史上過去最高位となる4位でのシーズンを終了することに貢献した 欧州カップ戦とリーグ戦との二足のわらじとなった2期目は、層の薄いチームにとって過酷なものであったために、リーグ戦で降格の危機にあえいでいたが、その中でウルバンは12得点を挙げて再度、チーム最多の得点源として活躍し、残留に貢献した。UEFA カップの2回戦では、同シーズンのドイツ一部王者となる。 VFB シュトットガルトとのメルセデス・ベンツ・アレーナでの第2戦で2得点を挙げる活躍を見せた。1992から93シーズンは同胞のロマンコセツキと前線でコンビを組んで7得点を記録。しかし、翌1993から94シーズンになると、別のポーランド人コンビのリシャルト・スタニエクとヤツェクジ・オベールに先発の座を奪われ、またチームは シーズン終了時に2部へ降格する悲惨なシーズンとなった。なお、ウルバンはチーム2位となる5得点を記録した。1994から95シーズンは、ホセ・フランシスコロホ監督の下で2部でのプレイとなり、冬の遺跡史上で、レアル・バジドリードと契約して一部の舞台へ戻った、までの間に十二試合三得点を記録した。バジャドリードでは、センターバックに転向したことで本職の、 先端フォワードでの仕事は少なく、21試合の出場に対して、わずか3得点に終わった。また、チームは19位で降格したかに思われたが、同1994から95シーズン終了後の騒動によって、翌1995から96シーズンは22、クラブに拡大となったことで最下位である20位の CD ログロニエスの1チームのみが降格となり、 最終的にバリアドリードは一部残留が決定した。しかし、ウルバン自身はバジャドリードから放出され、1995年9月11日に CD トレードと契約したことで2部でのプレーとなった。トレードでは33歳の高齢ながらチーム2位となる33試合6得点を挙げて良いシーズンを過ごした。CD トレード対談後は、 長年活動したスペインの地を離れてドイツ2部の VFB オルデンブルクと契約。1998年からフルスのグールニクザブジェで1シーズンを過ごし36歳の時に現役引退した。代表ポーランド代表としては6年間で57試合7得点を記録し 1986FIFA ワールドカップで ベスト16のメキシコ戦までの4試合すべてに出場した。現役引退後はパンプロナに定住したウルバンは、同市内にある CA オサスナの下部組織で指導者としてのキャリアを開始し、2001年にチームをコパでカンペオネスフベニール優勝に導く。2003から04及び2004から05シーズンは、3部を戦う同クラブのリザーブチームを指導。その後は、 同クラブの運営に参加し、2007年6月にレギア・ワルシャワの監督に就任するためにクラブを去った。2007年6月4日に強豪レギア・ワルシャワの監督に就任すると、かつて指導したニャーキアスティスをはじめとしたオサスナカラさん、選手を獲得した。また、UEFA ユーロ2008期間中は、レオベーンハッカー監督率いるポーランド代表のアシスタントを務めた。 2010年3月14日にレギアワルシャワを解雇となると同年の10月29日から12月10日までポロニアビトムの指導をした。2011年3月10日にはマレク・バヨル監督の公認としてザグー・エンビエル・ビンと契約したが成績不振により同年10月31日にパベル・ハパル監督に置き換えられた。2012年5月30日からは 再度レギア・ワルシャワの監督に就任し、2012から13シーズンにリーグとカップの2冠を達成して、リーグの年間最優秀監督に選出された。しかし、2013年12月18日のグールニク・ザブジェとのカップ戦で敗退が契機となって、翌19日にヘニングベルグ監督に置き換えられた。グールニク・ザブジェ CA を指すな、U、-18 レギア・ワルシャワ。 ありがとうございます。